何もしないみたいな、そういうジャニーズの雰囲気を全部取っ払って普通の話をするようになったのって、スマップとかコントとかね。そうそうそう。でもそう思ってると、その70年代にやってた「そのムー一族」っていうドラマは人情コメディみたいな。だってね、脇がユリトール、伴淳三郎、左とん平、タコ八郎、すごいでしょ、下町の皆さんで、浅草の経演劇の雰囲気を、伊東四朗さんもで、その人情話を面白おかしく家庭のドタバタやって、郷ひろみコーナーみたいなのがさあって、そこだけなんか近田春夫さん出てきちゃって、ガチャってトイレ開けたら近田春夫さんがピンピンってやると、中にバッチリ郷ひろみがこう裸に白いスーツ裸に着て、それ見て思ったの、あ、これに影響されちゃったんだ、きっと知らないうちにって、白いスーツ裸にっていうのをミックスナッツのライブの時もさせられたでしょね。それがね、かっこいいっていうのは多分ね、小学生で思っちゃったんだよね。あれだったんだ、原点見た感じでした。なるほど、ね、ウルトラかっこいいの、そのまたもう立ち姿とかが郷ひろみがやるからかっこいいんだって。でもまあまあね、ミックはいいけど、最初に一緒にライブにやった頃に覚えてないかもしれないけど、僕が着てたシャツを着て、最初初見でもう超爆笑して「なんだお前その格好は、わははは」ってもう甲高い声でで、ほんとすぐその何日か後に原宿に一緒に行くぞって言って、行った。そう。まずね、当時めちゃくちゃ僕失礼な人だから時々みんなに初めて会った時こんなんでしたって割とそういうエピソード言われるのよ。本当にごめんなさいみたいな。いやでもそのおかげで、あ、それで言われたのは、玄関一歩出たらプロモーションなんだぞ、生きてることはプロモーション。うちで裸で生活してもいいけど、仕事じゃなくても一歩うち出るんだったら、ちゃんと決めろよって言われて、ああそうかね、もう本当に初対面の人にそういうこと平気で、大体ね、びっくりする、時々あ、なんか20年ぶりとかね、逆にこのぐらいになるとそういう人と偶然会っちゃったりとか、駅とかで会ったりするんだ、本当に空港とかお店なんかで会うってあんまりないんだけどって言われると、まあなんか悪いなって。あ、まあでもね、しょっぱななんか投げられたとか、なんかしょっぱな壁ドンだったとか壁ドンって俺やってたんだと思って、そんなに人間としてそれやってる人いたんだなって自分で思っちゃったもん。壁ドンが流行る前にもう壁ドンやつ失敬な人ですよ。まあそこからね、考えると20年以上、まあでも軽く20年か。誕生日いつだっけ？12月で。そう、俺さ、前にさ、の誕生日で渡そうと思って買ってたやつがあったのよ。なんでございますか。おめでとうございます、ありがとうございます。スター・ウォーズ、いつかの誕生日で買ったの。うわ、やだこれ。会う機会がなかった。なんだっけ、一緒にスター・ウォーズのコンベンションにちょっとね、レア型。あれ、これは誰？こいつみたいにしか見えないね。シスにしか見えないね。これはあれ、後ろとかに書いたんじゃないの、これは大抵。通称軍団の人じゃないの？これは親衛隊でしょ、ロイヤルガード。どこで買ったのか忘れちゃったんだけどさ。でもすっげえ外国っぽいですよね。なんかね、わざわざ買ったんだよね。外国じゃないね。よかったよ、今日渡せて。マジですか、いいんですか。うん、スター・ウォーズさ、行った後だよ、多分一緒に。あれ行ったのもだってずいぶん前でしょ。あれだけど、なんかの仕事で、東北に自分の車で僕が行って仕事終わって帰りがけになんか電話かかってきて、幕張メッセで合流したんですよ。あ、そんな感じだった、あれ1回しかコンベンション日本に来なかったでしょ。でもそうだからそれでルーク・スカイウォーカーが来るか、マーク・ハミルが来るか来ないかってなんだけど、やっぱり病気で来れなかったんだけども、ただその代わりそれ以外の人ほとんど来てたんですよ。そう中の人、ね、そう中ばっかの中の人のでっかい人とか、すげえ暑い時だったよな、あれも。確かに俺ランニング来てた。みんなそれでもさ、お客さんがこれ着てたよね、コスプレして見に来てたよね。してたいやなんか結構ハイレベルな、そうちゃんとしてきてふざけてないやつ、通路からそのまま歩いてきたもんね。なんか兵士がストームトゥルーパーがすごいいっぱいいて、いっぱいいた、外にいた、そう暑いのにちゃんと着込んでね、それで人が寄ってくとなんかちゃんとこうかぶらずサービスしてくれる。そうそう、これ着てみたいな。でも一回ショッカーにはなったことあるんだけどね。いや本物のジャックが着てたやつを着てたとかじゃなくて、コスプレじゃなくて仕事で暑かったよまあ特に何もしないけど俺は危ないから。あれは本ちゃんはジャックの人たちがガチでやるから、ただその格好をして一斉にひっくり返れっていう時にみたいな。でもやりたいっつったね一回ショッカー。まあそれはそうでしょうね。ライダーはねやりたい、スター・ウォーズはねやりたいっつったもんでやれないもんね。とてもじゃないけどもいろいろな。ゾンビはさドラマとか映画のやつ時々世界中で募集するじゃないなりたい人って。でもこういうさ病気が入るとちょっと嫌な思いする人いるから、うん、公開延期になっちゃうんじゃないの。なんかが映るみたいのはさ、確かに気分が悪くなる人いるでしょ。全然収まってないんだから、ホストクラブの人だけ悪者みたいに言われちゃって、うん、かわいそうだなと思って検査したからこそ上がったんだよね、あれね。確かにね。てか実際かかってで気がつかないのはまんま症状もほとんど出ないで、あれちょっと風邪っぽいなって終わっちゃってる人って多分抗体検査ってした？抗体検査ってしたで出ればもうなってたんだよね、うん、すげえちゃんとしたさ会社がさやるじゃん。で水商売や風俗でやってもさ、次の人が来ちゃうじゃない。だからあんまり意味がないんだから、そのためにペロッと舐めたら、うん、ピンクになったらダメよみたいなのができない限り機能検査してもねっていう話だよね。こういう撮影いいじゃん、みんなかぶってっから。こっちかぶったらこっちの人にかぶっちゃいけないけど最初から最後まであなたのやつねって、もうこの名前書いてもらって。トゥルーパーはそう暑くてもそれリハ中も取らないでくださいなんつってずっとこれつけたまんまっていう顔出してる人ほぼもういないんじゃないの、スター・ウォーズって。確かにそうだな。まあメインの人ぐらい暗黒教問だったりあれかぶってるんでしょ多分、うん、本当そういう意味ではさ、かぶり物とかいいよね。 CG であとさもうできるじゃん、うんうん、だからさっきの話じゃないけど裕次郎さん出演で何か作るとかってできちゃうじゃない。ひばりさんが新曲出したんでしょ。おお、それはもう最近の音楽状況はってなんかで俺聞いたよ。それ古い音源が出てきたとかじゃなくてデータを何して、初音ミクみたいな感じで、そういうことああそういうのができます、いよいよできるようになっちゃいましたか、うん、なんか実在の人でトロンのさ映画のリメイクみたいなやつの時さ、前の人は顔だけ CG にしたみたいよ。なるほど。だから夢の共演、フランク・シナトラとマイケル・ジャクソンの主演映画でも新曲でももういけるってことね。プリンスはベスト版が出るって言ってたよ。それはいっぱい500曲とかなんかあるからでしょそう未発表曲が多いから、それはそういうんじゃなくて、うん、作詞作曲は誰かがしちゃうわけじゃん、どっちにしろ。でそのデータでレコーディングの時よくやってもらうやつやればなんとかなるわけでしょ確かにね、それはできる時代残ってれば、そのちゃんとしたもの、音声のサンプルになるようなものがね残ってるでしょうね。そんな美空ひばりさんレベルになると、マルチトラックで撮った肉声が山のようにあるわけだから。もうさ紅白歌合戦はみんなの投票で夏ぐらいから秋ぐらいまでの間に誰を赤組誰出してほしい、白組誰が正直やって、もう今の人も個人でもとりあえず10人はそれを枠をやりますと、だからもう亡くなった人10人になっちゃうかもしれないし、今の人はやっぱりなるかもしれないしっていうのでやれば。なんかひばりさんこの間ロボットが出てきて去年はやってたね。紅白見ない派だ。見ない。あれはねちょっとどうなのかなって思ったけど、バクってよく企業のエントランスにあるような感じの。皆さんこんにちは、ただいまから説明いたしますね今衣装着て立って、別にそれこそフォログラムでやればいいじゃない。俺さ、何年か前に Perfume のコンベンションみたいなの行った時に、ステージここぐらいのそんなに距離ないのにちょっと最初分かんなかったフォログラムだっていうことが。それぐらいリアルだった。でみんな正面にいるわけじゃないからちょっとずれてる人もいるじゃない。だけど違和感はあるんだよ。なんか「うん?」ってなんか違和感あるなと思ったらビヨーンってさらに3人出てきて6人でやるみたいなの見た時に「やべえもうこうなっちゃった時代」って思って。ボカロのライブなんかするんですよね。そうだよね。でもあれってさリアルな人じゃないじゃない。あれがロボット作る必要なくて、それこそひばりさんだってさ、映像もあんだしさ 3D で作ってやればいくらでもモデリングできる。それでそれにすごいお金がかかったとしてもよ、それ見たいっていう人はお金を出す人じゃない、ね、回収できますね、うん、一度でいいからもう一回舞台上でひばりちゃんみたいわなんてね。お金のある企業なんかはこそそういうのをやればいいんですよね。あんまりね面白いことをやろうっていうのはさ、なんかもっと前のはさ次々と競争みたいにあったんだけど、プロジェクションマッピングぐらいからそんなに何もないじゃん。次のことがもっと技術ありそうなもんだろうに、ドローン出たらみんなドローンになっちゃったし、なんかもっと面白いって考えついたりしたら使えばいいのにって。考えついてる人はいると思うんだよね、今だって。そしたらそれやってみればいいなと思って、まあアニメでいいかとか、ロボットにして動かしたら面白いんじゃないっていうんじゃなくてさ、競争的なものがあんまりない感じがするんだよね。まあこれもディズニーさんになってだいぶこうちゃんとした映画になってきてさ、ちゃんとしちゃっただけにアメリカの友達の子供がさ、日本でやってないアニメも「スター・ウォーズ」ってなんかシリーズであるでしょ。あれでしょ、もっとこの絵のやつでしょ。それこれネットとかででも見れるでしょ。なんかさそのキャラがいいっつってさ、なんか知らなくてさ、いやだからドローン対戦とかなんかは、この絵でやってるんですよ。それすっげえ面白いんですよ。アニメも受け入れられるんだ。すぐ入った、ポンと入った。俺ドローン対戦でこれが出てきてるでしょ。そうちょっとね入れなかったのね。なんかもうここまでして新作見なくてもいいかな。ダース・ベイダーになる前のジェダイとして活躍するアナキンの姿。あなたはほらなんとかの宇宙のなんとか勇士みたいな昔から好きだもんね、そう SF 好きなんで、なんか銀河なんとかみたいな外国のなんか小説も読んでるでしょ。まあ足もふだったりとかそういうのも読んでたんで、なんかねアニメになった時にちょっとだから CG が多くなりすぎるとちょっと昭和の人だから、まあそんなにピッカーンって爆発しなくてもバーンって火薬でやったらいいんじゃないって。それでもう西部警察みたいな火でやって火で。